なんかプーチンさんとトランプさん言ってるけど、なんか日本だけわかんないよね。なんか、妄想半島でみんなやってんのかな。プーチンさん、トランプさんがね、トランプさんも勝ってるんだけど、なんかこう前進まないっていうのはちょっともどかしいなと思ってる。この地球、瀬戸は一体何なんだろうねと思うけどね。まあ、普通の一般の人が4000時間ってやっぱ難しいね。そう、まあ、1000行くのも大変で、1000時間とかね、いかんよ、全然ね。難しいよ。まあ、でも自体がスコア制みたいになってるじゃない、よくないよね。みんながニコニコしてできればいいのに、なんかスコア制って、一部の人が抱えてるっていう感じだね。ね、その何だろう、まあ資本主義ってよくないね。コントロールされてるじゃない。まあこれがどうなのか知らんけどね。なんか利用されてるだけな感じですよね。本当にトランプさんとプーチンさんだけでやって、本当に救世主とは思わないけど、救世主ってあの人たち勝ってるんだけど、どうしてなんかトランプさんの大統領がなかなか広がらないのかなと思ってるね。いまだになんか情報が画策されてるよね、まだね。いつまでトランプさんが勝ってないことになってるのかなって、選挙いらんじゃん、だって勝ってんだからね。本当に2020年からトランプ大統領がさ、日本のさ総理大臣もやってるんだけどね、本当はね。あの世界統一政府だから、日本の軍事政権っていうのはトランプさんがやってて、よっぽど変天候になるものが一本だな、本当に。いつまでもパンデミックやってるの日本だけだよ、はっきり言うけどね。本当日本実験場だなと思う。みんながほら気づかないじゃない、動かないしね。まあ外でやろうと思ったら邪魔がいっぱいおるでしょ。いや、そうじゃないなとか、そうだなとかね。長く疲れちゃったな。最近ちょっとメンタル疲れててね、ここ3日ぐらい前からちょっと疲れてて、まあご飯ほとんど食べてなくてね、まあトイレも出ないんだけど、なんかね、ストレスが溜まってるんだろうな。まあ楽しくてね、生活してるわけじゃないから、夢や希望なんかないよね、私はない。まあみんなはね、まあ、3人見てる方は夢や希望あるのか分かんないけど、私ないよ、何も。あ、これが楽しいなっていうのはない。まあただ惰性で生きてるって感じだね。なんか嘘のね、 YouTube はなんか「元気です、今日は何です」って言っても面白くないんだよね。あの波形が合わないんだよ、私とは。私はもうほらテンション低いから、これぐらいの感じでやってる方がいいんだよね、あの配信するにしても。私のスタイルはこれ感じかな、今日はしんどいからこんな感じ。まあしんどい時しんどいって言える社会が一番いいよね。なんか今日はしんどいなとか、別に店だからいらっしゃいませとかする必要ないしね、別にね。あの接客業でね、しんどい時あるでしょ、その時いらっしゃいませする必要ないよ、いちいち。ね、打った時にね、何のメリットもないからね、別にね、あれやったところで。パナマ文書問題もやっと問題になったけど、中間かったね。あれ、2016年ぐらいの話だったんだけどね、パナマ文書問題とかね。まあね、なんかフリーメイソンで倒れんよな、本当に。だからなんかこう、あいつらがいなくなったらもっと幸せになるんやけどね、みんながね。学校時代がフリーメイソンのマークついてるんじゃない、ね、宗教だよね。あんま長生きしたいと思わんね、この社会でね。長生きしたくないって思うわ。まあ長生きしたい人もおるだろうけど、私は思わん。アメリカの都合のように買わせるともね、コントロールされてるじゃん。円安だ、円高だ。